小薬学とは、小薬の生産や鑑定方法、品質評価、有効成分、薬理作用などを取り扱う薬学の分野。日本では天然資源から新しい化学構造を持つ医薬品を開発する天然物科学を中心に研究されてきたため、薬用資源学、薬品資源学と称されることもある。小薬は、 漢方薬や健康食品の原料として広く使用されているが、それら天然由来であるため品質が安定せず、本来の生薬学の目的は、それら品質管理方法の開発であった。そのため、古くは生薬の顕微鏡観察による検定方法、近年では岩有化学成分による検定方法、ごく最近は電子による検定方法が開発されてきている。 それらの技術は近年の漢方薬の普及や健康食品ブームに大いに貢献している。一方、その過程で、含有化学成分の分析方法の発展から、小薬中に含まれる未知の薬効成分を新しい医薬品として開発するという天然物化学が小薬学から発展し、日本だけでなくアメリカの薬学部における小薬学研究の主流を占めるようになった。 実際、世界で使用される医薬品の多くは、そのような天然物、またはその誘導体であり、今後も新しい医薬品が天然物から開発されることが期待される。日本における、生薬学は、漢方薬や健康食品の原料として使用される、天然由来の動植物を研究対象に扱うことが多いが、アメリカにおける、生薬学の対象は、 天然物由来の医薬品すべてであり、多くの微生物由来の抗生物質や、インスリンや、インターフェロンなどの遺伝子組み換え薬品も、小薬学の範囲である。日本において、小薬学という学問上の名称が用いられたのは、明治13年からであり、東京医学校生薬学科の別科である、通学生教授にて、日本人教師が日本語で講義する、必要性が生じたため、 当時助教授であった大井玄道が j w ウィンギンドのレイアブ・フデア・ファーマコグノシなどの書籍を参考に教科書を作るあたりドイツ語のファーマコグノシとクノーシスからの造語に小薬学の訳を当て小薬学、小薬学図譜を刊行したものである。その後ドイツ留学から帰国した下山純一郎が明治20年帝国大学生薬学講座の 初代教授に就任し、小薬学の基礎を確立した。ありがとうございます。